今日は今日は質問いただきまして、はい、開業した経緯についてが、はいはい、ちょっとお話ししたいなと思います。はい、はい、うちの会社ブレインズって言うんですけど、ブレインズができたのが2011年ですね。ああ2011年なんで何年前だ、もう12年ぐらい前か。12年ぐらい、そうですね、12年ぐらい前ですね、はい、今できたんですけど、その、できた時は僕は千葉のまあ、僕の師匠のところに勤めてて、でそこで、まあ、まあ僕の師匠、その時の社長が、まあ和田君ちょっと会社もう一個作ろうと思うけどみたいな、ちょっとそこの代表やってくれないって言われたんです。まあ僕嫌ですって答えて先にもう重いし、うん、できませんよって初めちょっと断らせてもらったんですよ。でまあそしたら、まあその時の社長が、まあ今の師匠ですね、がいやまあ若いからとかまだ自分なんかじゃなくってとりあえずやってみなみたいな言われたんです。はいはい。で責任は別に俺を負うからまずやってみみたいな、うん、で代表じゃなくていいって言われたの。で二人代表でもいいよって、まあ、初め言われて、はいはいはい、まあ、ちょっと荷が重いですと、うん、ちょっと怖かったんで僕も、うん、で、まあ、まあじゃあ役員として入ってくれって言われたんですよ。まあすごくお世話になったしすごく恩があるので、はい、まあ、ちょっとでも助けになるんであれば、うん、まあ、ずっとやり続けるかどうか分かりませんけど、まあ、じゃあちょっとやらせていただきますってことで、はい、で、まあ、引き受けたのが始まりで、なので初めは僕は代表じゃないし、うん、取締役として、ブレインズに勤めてた感じですね。じゃあその師匠のところで、はい、こう頑張って、はいはい、独立するぞっていうような、はい、強い意志がもともとあったわけじゃなくて、そう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 、うん、やらせてくれた、うん、師匠のおかげっていう、うん、ところが大きいってことですね。そうですそうです、本当に、うん、本当にもうその通りです。なんかすごいいい師匠ですね。いやもう本当なかなかいないと思いますよ。うん、なんかここまで思い切りのある人はいないと思います。うん、はい、やり方がすごく、うん、いい意味でうまい、うん、うん、そうですね、うん、すごいいいなと思いました、聞いてて。そうそう、もうだから感謝するしかないですね、本当に、うん、今あるのは僕の師匠のおかげですね。そうですね、はいはい。ガムチャンに頑張ろうってやってる人たちからしたらちょっと羨ましい環境かもしれないですけど、そうですね、まあ、その環境を作るのも自分だし、まあまあまあ、うん、その環境に行くっていうことも自分だから、うん、やっぱりそれは実力にも僕は入るんじゃないかなと思いますし、うん、はいはい、まあそうですね、もう本当に人に恵まれてたなと思います、うん、そう、僕の師匠だけじゃなくていろんな人には恵まれてきてるので僕は、うん、はい、なんで、まあ、頑張って、ね、今独立しようとしてる人も、うん、もちろんそこにはチャンスがあるだろうし、そうですね、だそういう人はもう無条件に尊敬しますね。もうゼロからスタートじゃないですか。そうですね、本当それすごいなと思いますね。もう技巧だけじゃなくてもうそうやってる人は本当ちょっと僕にはちょっとそんな思い切りはないというかそんな勇気はないというか、うん、すごいなと思います。成り行きでなって、うん、簡単に進んでるわけでもないわけですよね。いろいろなこの切磋琢磨というか、はいはい、いろんな壁も、うん、その分あるわけですもんね。そうですね、うん、ありました、すごく。そうか、そこをね、ちょっと勘違いしていただきたくないなっていうのはちょっと思う。ああ、そうですね、うん、いろいろちょっと経験してます。そうですね、はい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 。まあでも、そういうのあってちょっとしたことではもうなんですか、動じないというか別に大丈夫なようにはなりましたけど大丈夫じゃないっす大丈夫じゃないけど、その一番初めのそのなんですかね、壁にぶち当たった時に比べればなんかこうちょっとした壁ぐらいだったらまあそんな大したことないなって思いながら頑張ってます。はい。
はい。すいません。いいですかね。はい。今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。